じゃあ次のコーナーはですね、はい、男子力アップだってさっていうコーナーどんなコーナーやねんって。スペシャル自由だぞ、自由です、ね、自由ですよ。さあこの間初めてマイクの前で喋るデビューをしました。そうでしたね、はい、本人曰く失敗だったいやすごく緊張しました。あそう、今も緊張してます。今日挽回させてあげよう、通用神が相方として。はい本当ですね、こんな風におしゃべりさせていただくこと。そうよ、後で請求書行くから、ね、はい、はい、事務局よろしくお願いします。担当よろしくお願いしますさあ、男子力はこの間お話ししてた、はい、それを講座をアドバイスを受けてきた。はい、ね、このクリスタリズムに出演している男子力アップコンサルタントの前さんに、うん、コンサルタント受けてきましたので、一番身近なところからね、なんとかせねばならぬと思ったんでしょう、前もね。そうですね、うん、男子力アップしてると思います、うん、そう、どうですか、うん、難しいよ、今の質問ね、質問の仕方がね、軽く絶句しちゃったまず男子力が足りないチェックぐらいから始まるわけ？そうですね、まず見た目から入るんですけど、うん、まあ、前回もお話した一緒にお買い物させてもらうんですね、うん、僕は本当に白とか黒とかモノトーンの洋服がすごく多くて、うん、一旦家にある洋服全部写真で送ってって言われたんですよ。ああ、面白い、うん、なんならクローゼット見に行くからみたいな、いやそれは見てくださいみたいな、だから写真で全部お送りして、まあダメだねと、うん、一緒にもうお買い物しに行こう、うん、で一緒に買い物しに行って、この洋服とかもこんな真っ青な爽やかな、でもね、こういうの着てるイメージだけど、そうだよね、白と黒なイメージがないけど、まあ、本当ですか、むしろもともとは、あ、そう、ぽくないよね今のが翔太丸っぽいよね。だからさっきの、まあ、ピーターパンシンドロームじゃないんですけど、うん、その毛があるので、あ、なんか幼い格好がすごく好きというか、まあ、ショートパンツ履いてるけどねお似合いイメージはね、お似合いですショートパンツ結構好きなんですよね、ザンビアぐらいの裸足系だしね私リアルにね、半ズボン履いてる人久しぶり見たんですよ、社会人で。あ、そう、うん、あの前のファッションのアパレルにいた時は結構みんな夏はね履いてたけど、素足でさ半ズボンでスタジオに来る人久しぶりだなと思って。まあ音は聞こえるね、チャラリーンってハンズも結構好きで履いてるんですけどね。うん、そう、似合うよ。え、今日も短パン？今日はね、違うね、チノパン YouTube のロールアップしてる、見ていただいてます下の人ねえ、白パンに、白いスニーカーに、あ、ソックス履いてんだけど、ソックス履いてます、珍しい、いつも履いてますよ履いてんの？浅いスニーカー、あの、ほら、すぐ脱げちゃうやつ、あだっけだすみません今日だってあの足にほら、あん、なんてだっけ、アンクレットじゃなくてなんだっけ、これアンクレットっていうか、そうですね、あの、ま、なんてミサンガをハワイで買ったもの、うん、2年前に、うん、ミサンガって切れたら願い事が叶う、うんうん、切れないんですよねお願い事叶ないでしょ叶ってないから切れてない、そうですよね、早く切れないかなって思ってるんですけどで、それで、買い物行きました、はい、いくつか選んでもらって、はい、こういう傾向がいいんじゃないのってアドバイスしてくれた、はい、そうですね、この色がいいんじゃないの、この洋服がいいんじゃないの、うんうんうん、今日は僕上までこうやってボタン閉めてますけど、もう一個開けた方がいいんじゃない、あー、そう、細かいんだね、顔が童顔じゃないですか、顔が童顔なので、あ、まあ、洋服で色気を出したらいいんじゃないっていうアドバイスで、なんで言うこと聞かないでもう一個開けないの、いいですか、開けていいよ、開けますよ何言ってるんだ誰だと思ってんの、私本当にそう年がもういかない娘だから、別に OK いいよいいですかって言われる俺別にってなるほど、あとは何をとかしてるか、で、その後は、ちょっとどうしても落としたいな
ていう、また落としたい発言が出たよ。女性がいて、へえ、なんて言ったらいいですか、どういうところについて、そういう、そっか、コミュニケーションの仕方までアドバイスしてくれるんだ。そうです、例えば男子力、そうか、通常のモテ本に書いてあるのは、例えば前髪切った女性がいたら、うん、あ、髪切ったねとか、うんうんうん、その時計可愛いね、うん、っていう風に褒めるっていうのが、まあ、モテ本に書いてあるものだと思うんですけど、違う、そう、そう、僕が教えていただいたのは、なんか今日雰囲気違うねとだけ言うんですね。もっと聞いてっていう感じ、そうそうそう、会話が膨らんだりとか、若い子気をつけろっていうことを伝えて、まあ雰囲気が良くなるでしょうね、お互いの。うん、でそれで、あ、そうだ、なんかこの間言ってたよね、バトンが、ほら、会話のバトンがシャタートになっちゃうから、うん、それでほらねっていう感じにするの、そうですね、確かに大事だよね。なんか前髪切ったねって言っちゃうと、うん、どうしようになりませんか、なるほどね。そうですね、なので、これでも今日雰囲気違うね、可愛いねっていうことにより、すごく笑ってますけど会話が弾めというか、言ったじゃん、マミちゃんに髪切ったねって。まだ今日は言えてないダメちゃん気づいてました。っていうことを教えていただいて、実際にデートにお誘いをして、うん、こういうところに行った方がいいよっていう、こういう食事をして、うん、でこれからちょっと思いを伝えようと思うんだけど、うん、っていうことをそのメールなりで、うん、リアルタイムで伝えてたんですね、うん、じゃあ今こういう状況だからどうしたらいいですか、その時はこうやっていいなって、でこれ具体的な話しすぎちゃうと、うん、きっとその方も見てるので、あ、そうなんですね、あれなんですけど。でさ、じゃあまあ一回目はそうとして、うん、身についてきた感はある、気づいた、あ、そうなんだなって、洋服のことがね、はい、童顔だからちょっと一つボタン開けた方がいいよっていうのがしっくりいったの。あ、最初はやっぱりちょっとドギマギというか、うん、僕ってこんなに気取ってていいのかなっていうのがすごくあったんですけど、うんうん、最近は馴染んできたんじゃないかな、うんうん、よく会う友人からも最初なんか違和感あったけど最近馴染んできたねっていうふうに言っていただいて、まあ分かっていただいてるか、馴染んできてるかなっていう感じはします。だから最初はほら、客観的に見た人のアドバイスだからさ、自分の中にないところをやることになるからね、言ったように違和感があるんだけど、そこで素直になるかならないかだよね。そうだ、ね、やってみようって言うとだんだんしっくりいって、結局ね 100% その通りしてるわけじゃないんだけど、取り入れてってることになるんだよね、うん、先ほどなおさんのそのリップの話、うんうんうん、あれはすごく乙女心、うん、それは男子は男子でも言えると思うんですよね、うんうん、自分でこれが似合ってるっていうものじゃない、うん、客観的に見られた時に似合うものってやっぱり人それぞれあると思うので、うん、それは素直に意見を取り入れた方がいいかなっていうの。そうそうそう、あとほら付き合ってたりすると相手の好みがあるじゃない、うん、もう全部否定するんじゃなくてさ、相手が違うものが好きだったらちょっと取り入れるぐらいにすると、それって結局コミュニケーションだよね。そうそうそう、ね、一人でよく買い物行かれてる方も、まあ、もし好みの方がいたらその人で一緒によく選びに行ったりとかもいいかもしれないですね。影響されてさ、自分の中に入ってくるからね、うんうん、そういうものが相手の中に例えばチラッと見えたりとかさ、そうそう、発見できたりする時ってすごく嬉しいよね、うんうん、結構男の人たち頑固だからさ、言うこと聞かないもんねこれじゃなくちゃって思うじゃない、うん、そうです ね、 ねえ、もっと柔軟に、女の人の方がファッションいろいろ冒険できるじゃない、うん、男の人ちょっと難しい、なかなか色をすごく使う、原色使うとかさ、うん、お仕事柄も ね、 ねあるでしょうしね。でも一箇所でいいじゃん、持ってる文具だけすごくカラフルにするとかさ、ね、うん、やれるとこをなしってしないで、うん、やれるとこからやったらいいね。実際に、まあ、そういう知識というかスキルを持った方に見てもらうっていうのは僕すごく重要だなって、そう、ね、思います。なんか生きた情報な気がするね、うん、も, もっとたくさん開けてきて、うん、そうですね、まだ足りない、本当に足りないところだらけ、全然足りない感じがするからね定期的に外面だけじゃ
次からもう内面的なものを学ばさせていただければ。スパルタでやってきてもらってこれ以上ですか。これ後になって時系列で見たら面白いね。あ、そうですね、うん、初翔太みたいな。変わってないけどね。あれ一緒じゃんみたいな。まあそれもね、結構面白いね。それも面白い。変わんなかったバージョン。面白いよ。ちゃんとしっかり報告できるように、そうですね、内面から変わっていきたいなと。お願いしますよ。思います。ね。でもほら、あの、できない人ってね、できない人はできない人の気持ちが分かるから、実はいいの。翔太がこれで、はい、だん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 身につけていくでしょ、はい、そうするとさ、できなかった自分っていうのも いたわけじゃない。確かに、はい、そうするともっとこれからだったりできない人だっているし、うん、まだでやってない人だっているじゃない。その人の気持ちそこにつなげることができる人になるのよ。あ、そうですね。そうなのよ。僕から伝えられるようにならないと。そうね。そのためにいらしてるんじゃないかしら。そうです。だからいいの、あの、一歩進んで二歩下がる、その失敗な部分も見せる覚悟をしていけばいい。教えてもらいに来てる、ね、そうです。どうでしょうとか、ダメだね、まだまだだね。だってミッチーナだって散々ね、もう、いや私よくわかるもん、翔太のこの通り来てこいって言ったら本当にその通りワンツーワンツーって来てきて、スリーはないのかって言ったらないって言うから、あとちょっとしばらくいい感じだなと思ってたら突然その上とどうしてその下で組み合わせてくるのって来たし、ちょっとね知恵がつくとね、ちょっとやってみましょうと思うわけよ。でそこででもね、微調整がまたね、微調整ができていくわけ。冒険するから、どん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 。僕も急になんでそのズボンとその靴の組み合わせできたのって言われるんですよ、うん、僕の工夫で。そうです。そうじゃない、違う。そうじゃない。そこがね、危険地帯。だけどそばにそうやって教えてくれる人がね、いたりするとまた、あ、なるほどって言って、そこでステップアップ、また一つ。なんでもそうじゃない、あの、成功成功成功してるばっかりより、うん、どっかでちょっと合間でね、合いの手のように失敗していくと強化されるし、そうですね、あ、そうか、これじゃないんだなってことを知るから、すごく本当は大事なこと、うん、あの、辛くなったら道なり相談する、しますよ、お願いします。すごくよくわかる、わかる、共感する。そういう時はねっつって、統計出すとさ、おしゃれじゃない人がいっぱいいるってことだよね。困った、なおに帰ってきてもらわないと。おしゃれ隊長必要かも、ね、おしゃれな人が来るといいですね。はい、じゃあ次回も頑張って報告してください。わかりました、またかっこよくなって戻っていきます。うん、そうだ。